皆さんこんにちは。こんにちは。広角機動隊新劇場版コラボがやってきております。はい、ニューポートシティ、ニューマークがついてないのは私がちょっとそのお姿を見たくてですね、一度侵入したからです。でもクリアはね、動画でクリアしようと思いまして。そうですね、クリアしちゃうともう見えなくなっちゃうんで。で、あ、そうなんです、今回皆さん1回きりです。倒したら終わりです。そうですね。で、もうゆっくり時間かけて倒しましょう。はい、マシンタイプをリーダーにしてマシンに挑みたいと思います。私のパーティーはこちら、アースガルがマシンタイプ。皆さんマシンタイプ使ってますか？いや、わかんない。使ってないっすよね。使ってない、意識してなかった、まだマシンを。あのマシンタイプのリーダー、光と闇のゴーレム、あのベジット的にめっちゃ強いですからね。作れてないですけど、作りたいとね思ってるんですけれどもね。まあ今回このカオスなパーティーでいきましょう。挑戦。うん、ハロー。かわいい。かわいいよな。かわいらしいです。ただね、残念ながらね、ぶっちゃけこの構成ね、火力出ないんですよね、敵が。しかも火属性に対して木で来るって。そうなんですよね。まあゆっくりゆっくりパズルしてゆっくり倒しましょう。1回しかね戦えませんからね。でこのロボコマ、ロジコマ、ロジコマ、そう、失礼、ロジコマ、ロジコマは劇場版でしか出てこないんですよね。ここにいる高橋くん、まあ間にね、好きなんですけど、ロジコマのエピソードはそんな持ってないんだけどね。うん、でぶっちゃけ私もですね、まだ全然わかんないです。わつげき、うお、これですよ。やべ、強え。15000、15000。やばい、これ耐えられるのか、これ。私のパーティー、回復力足んなくねえか。ロザン百流派、ちょっとやばいな。やばいっすね、これ。とやばいな。もう一回、あ、やべ。え、もう一回突撃来られたら。あれ、やべえな。やば。やべ、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 5700も耐えられない。今ね、私ね、回復したつもりだったんだけど、やべ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 。皆さん、ロジコマは強いです。舐めてはいけません。パーティー、やめ、パーティー変えていきます。このパーティーで行きます。サブに水を2枚入れて、かつ全員攻撃タイプにしました。このクラウドさんがマシンタイプなんですけれども、攻撃タイプの HP と攻撃力が 1.5 倍、スキル使用時攻撃力が3倍、うん、だからクラウドさんはスキルを使わんとダメなんだ。確かに知らんかったわ。スキル使う前提のリーダーだね。ああ、スキル使う前提だ。だからみんなクラウド何体も入れてるんだ、うん、ね、うん、スキルを使う前提でございますわ。まあスキル溜まってないんで、ね、スキルを溜めてバーンっていきましょうか。さあ来た、早速行っちゃう。マハギック発動、これでクラウドが発動する、うんうん、オーケー。お、素晴らしいな、これでクラウドが発動ね。行きます。でも水がないな、もったいないな。ただあれだわ、木の四つ消しを2つ、うん、大したことなかったっすね。あまあアースガルさん四つ消し持ってねえしな。行きましょう。1万5000になってから1万5000はきついな。ねえ、始まったら突撃がかなり強力な攻撃で、あれを食らうと大変ですね。あいあいさ、一気に決めちゃいたいし、一気に決めるにしてもな、なかなかハードルが高いな。かろうじてね、アースガルの倍率だけを決めていく。アースガルは水と木で3倍です。おお、来た。こっからがきっともうやばいんだな。あ、かつ根性が消えてないね。あ、これあれですね、最後に、一番最後に、あ、言っちゃっていい。あ、ごめん、私わかんないんで、一番最後最後の最後にセリフを言ってポトンと卵になるんですよ。だから、そのパターンの根性。オーケー、興味ないね、発動。よし、じゃあ行くぞ。ドロケモンシェアイビスのきらめき参ります。これで行こう。結構むしろこれでいけんじゃん。いい、
最低当選。あ、でも1番当選。あら、HP がやばい。これで倒しきれないとやばい。倒しきれない。たあ。少佐もう、なんて言ったんだ。え、今のは。なんて言ったんだ。今のセリフで確認しましょう、ちゃんと。確認してください。さあ、そんなわけで攻殻機動隊新劇場版コラボニューポートシティ初クリア、はい、ありがとうございます。少佐、もう防壁持ちません。あ、防壁持ちませんって言ったんだ。はい、これがロジコマさんでございますね。ロジコマさん、あ、マシンタイプ、やっぱりマシンタイプだ。マシンタイプを単独で持ってるキャラってロジコマしかいないかな。で、ちょっと攻略アップリ見ましょう。はい、はい、そんなわけでロジコマさんでございます。最大 HP とかが入ってない、残念。いいですね、進化するとこんなビジュアルに。なんかいかついですね。アイアイサー、敵一体に攻撃力かける10倍&エンハンスがついてんだ。これが最大、最初から最大ですね。スキルレベルが11ターン、うん、覚醒スキルがいいですね。なんかすごいな。バインド耐性、クライム耐性、毒耐性、自動回復ドロイドラゴンさんとか、あとはパズドラベアとかデブチョコボとか、うん、あっち系統のモンスターですね。タマドラ不足が叫ばれますね。本当にタマドラ不足叫ばれるな。でコストが14で非常に低いので、始めたばかりの方も、使いやすく、おそらく結構ステータスも強いはず。はい、ちょっと確認しておきますね。最大ステータスはテロップで入れてもらいましょう。される頃には入ってるようにしておきますので、はい、ダンジョンのギミック対応にもいいと。でスキルのマシンエンハンス、マシンタイプをね、いろいろ揃えたくなりますね、うん、サブにこの子とか使いたいですよね。ちなみに歩兵兵団用輸送支援車両ということです、はい、そんだけで以上ロジコマでございました。皆さん期間中しかプレイできません、はい、かつ1回きりでございますので、ぜひともちゃんとクリアされてゲットされてください。さよなら。こういったものもできた、怖い怖い。最低水です、水。もうみんなそんなこと信じてくれ。やめなくなってる。高級でやばい。ビッシュ。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。アップバンクではマックス村井チャンネル以外にもいろんなチャンネルをやっております。ぜひとも合わせてご覧くださいませ。また、ニコニコのマックス村井部ではさまざまな生放送をやっております。毎週月曜日と木曜日には定例放送もありますので、そちらも合わせてご覧くださいませ。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。